ブラックウォッチタータンのキルトを着用して衛兵任務につくロイヤルスコットランド連隊兵士。キルトはスコットランドのスカート状の伝統衣装。通常はタータン柄である。キルトは英語名でゲール語ではフェイリアと呼ばれる。一般的なプリーティングをしたナイフプリーツのキルト。キルトに関する最古の記録はヘブリディーズ諸島における1594年の記録と言われ、 それ以前のことは分かっていない。もともとは、タータンの大きな布を独特の方法で腰に巻き、紐やベルト、ピンで留めていたもので、ハイランドの男性用衣装であった。元来ハイランド人は、ゲール語を話したので、単にフェイリアと呼ばれていたが、この古典的なスタイルのキルトは現在フェイリアモール、またはベルテッドプラッド、時にブレアカンモールと呼ばれている。 フェーリアモールは長い布を広げて、ひだを作り、その上に横になって、ベルトや紐で腰の部分で締めて着るが、スカート部の長さは、現在よりもずっと短く、膝上10センチほどであった。腰状の余り布は、非常に長く、足元の防寒の目的でそのまま下に垂らすこともあったが、肩にかけたり、背にピンで留めたり、雨天の場合は、頭からこうむることもした。 腰にベルトを締め、革袋やバッグ、ナイフやダークと呼ばれる大ぶりなナイフなどを下げていたが、その配置は様々であった。また、長剣は肩かけ式のクロスベルトに下げていた。これに対し、現在一般にスコットランド全域で民族衣装として着用されているものは、膝のあるスカート状に縫われており、単に切るとあるいはフェイリアベックと呼ばれている。もとは下着を履かず、 ノーパンで履くものだった。フェイリアベックは18世紀に作られるようになったものであり、1727年にイングランド人トマス・ローリンソンが考案したという説もある。この新しいキルトは装着が簡便なことから急速に普及した。現在の長さは膝頭あたりまでで、前にスポーランと呼ばれるバッグを下げるのが通例である。スポーランはゲール語で財布を意味する。 あまり布を肩にかけたフェイリアモールに近い形状のアイルランド軍のバグパイプバンド18世紀中頃のブラックウォッチ士官18世紀中盤以前のハイランドではキルトイコールフェイリアを普段から身につけることは一般的だったがハイランド人が皆キルトを着ていたわけではなくズボンの類を着用していた記録も少なくない1746年カロデンの戦いの勝利によって ジャコバイトの反乱を制圧したものの、反乱の再発を恐れた政府は、ジャコバイト軍の中心となっていたハイランダーの結束を弱めるために、クランの解体を図り、クラン製の使用やバグパイプの演奏の禁止とともに、キルトやタータンを含む民族衣装の着用を禁止していた。ただし、ジャコバイトの反乱の再政府軍に組みするハイランダーによって編成され、 反乱の鎮圧にも貢献した第42ハイランド、連帯は禁止の対象外とされ、この時代を通して同連帯の征服としてキルトは使用され続けていた。18世紀末になって伝統復興のために禁止令撤廃を求める運動が起こり、1782年に撤廃された。しかし、この運動ではフェイリアベックは、 伝統衣装とは見なされず、フェイリアモールが復興の対象となる伝統衣装とされていた。そして、フェイリアベックが伝統衣装として着られるようになったのは、1820年に創立されたエジンバラケルト教会が伝統衣装と認めてからである。そして、現在のスコットランドにおいては、ハイランド、ローランドを問わず、キルトは模様や祭礼で用いられる民族衣装となっており、 最近は女性も身につけるようになった。ほとんどの場合はフェイリアベックであるがフェイリアモールを好んで着る人も見受けられる。軍隊でのキルとはダンケルクの戦いにおいてクイーンズオーン・キャメロン・ハイランダーズ連隊が着用したのを最後に戦場では着られなくなったが現在でもスコットランドの連隊の清掃や冷掃及び上層には使用されている。また近年は無地あるいは タータン以外の柄を用いたカジュアルなキルトを製造するメーカーも現れポケット付きのものも存在する。スコットランドではフェイリアモールとフェイリアベックのいずれもキルトと認識され伝統的衣装と考えられているがフェイリアベックの伝統性をその18世紀に始まる起源から疑問視する向きもある。日本ではフェイリアモールはベルテドプラットとして区別され キルトではないとされることがある。ありがとうございます。